皆さんこんにちは、渡辺美音です。本日もミネウスタイルスタートしたいと思います。今日はね、外に出てきました。あのミネランドの T シャツ着て、ミネランドの T シャツでアウトドアクッキー。そうです、そうです。いや楽しみです。バーベキューですかね今日はね、うん、そうね、エビでも焼いてみる。エビ焼く前に私自分の首焼いちゃったの。まさにやっちゃいけないって言われたのに髪短くなったでしょ。はい、でアイロンを首元でくるくるするから気をつけてくださいねって言われてたの。それなのにアイロンペチョってやっちゃった。めっちゃ暑かったじゃないですか。それがね、やった時暑くなかったの。2日経って今になって痛くなったの。今日ここ知ってる？知らないです。ここ見て、日本初のプロ野球チームの発祥地に来たの。マナヤが小学校の頃も、なずきが小学校の頃もずっとここに通ってたんです。なんとこの度始球式やることになったの。千葉ロッテマリーンズと日ハム戦、あ違う、嘘ソフトバンク戦。野球に縁があって、私こんなのも持ってるんです。あれ、みなよって書いてあるじゃないですか。そうだよ。投げるのどうなんですか。すごいの。すごい、まさか野球までできるんですか。できちゃう。もうワンマンなんですよね。ノーバン。ノーバンで今日は、はい、マナヤも連れてきました。あ、マナヤ君といえばね、野球ね、半年ぐらいやってたかな。1年ぐらいやってたか。矢島マネです。え、どれくらいやってたんですか。小学校3年生から2年半か3年ぐらい。ということで手伝いに来てくれました。もう一人いそうな感じ。そう、なんかもうどうしても野球となったら出たいっていう人がいるの。こんにちは。野球といえば僕なんです。僕もマナヤとナズキを野球の少年野球で指導してきた立場として、今度はミネヤさんを指導させていただきます。実は言うとこの前もあの練習したんですよ、自主練ね、はい、その時に何かちょっと直さなきゃなと思って僕がずっとチェックしてたら、普通は、まあ、自分の力とか感覚とか考えて、はい、あそこまで投げようと思ったらこういう球を投げる、届かせようとするのが普通じゃないですか。で、皆さんの自分の中のイメージはプロ野球のビデオ見てくるからこうなんですよ。なので投げる時に全部こう投げるんですよ。届くわけないのよ。だから違うよって、イメージはこうかもしれないけどあなたの力だとこう投げなきゃ届かないよっていうことをこの前教えたらできるようになったんです。まあとにかく恥ずかしくない、ストライクの球を投げれるように練習したいと思うんです。始球式ってなるとやっぱりお客さんがこういて、プロ野球のマウンドというか球場で投げるじゃないですか。で、緊張感だったりいろんなものがあると思うので、はい、そういうのを経験したことがあるちょっと助っ人を実は呼んでるんですよ。僕の先輩、まあ、友達であり先輩である人が、一般的に始球式のアイドルと言われてる方ですね。だから本物のアイドルなんですけども、そこに始球式のアイドルと今日コラボということで、だから今日ね、始球式のアイドルも奪っちゃおうと思います、ね、多分この後ね来てくれると思うんで、あの皆さんの練習を始めたいと思います。じゃあ、はい、早速行きますか。行きましょう。そうですね、グラウンド行きましょう。兄行こう。え、なんか取り方上手じゃないですか。取り方、そうなの、取り方だけね褒められるの。めちゃくちゃ上手じゃないですか。はい、はい、右。はい、はい、犬じゃないから。はい、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 助っ人到着しました。集合。集合。どうぞ。どうぞ。名前言ってよ。じゃーん。マナヤひどいな。あんちゃん。よろしくお願いします。今村あんちゃんです。あんちゃんのとこ紹介するの。マナヤできないことお願いします。足の長さ見てごらん。ここだよ。なんで俺は控えすんの。腰の位置が違うもん。上げて上げて。アミちゃんとマネは同じ学校だった
ったんですけど、先輩と後輩という仲だったんだよね、はい、僕後輩で、あ、そうなんですか。アミちゃんが先輩で、2つ違うのかな、アミちゃん。そうですね、2つ下にマナヤがいたという。そう、多分一番最初は中学生の時だったんですけど、絡まれたに近い。ちょっと分かるような気がする。生意気だったのかな。生意気だったので、中学生だったんで。その頃、中学まだ私服だったのね、マネ。ああ、そうだそうだ。まあちょっと学校の中だから私服、唯一の私服だったのかな。そう、ラスト生だったね。だからちょっと目立っちゃってはいたかもしれない。で、から絡まれたの。絡んでいただいた。絡んでいただいて。いただいた。で、まあ高校上がってから、まあ喋るようになったんですかね。確かに中学生の頃まで会話はほぼなかったよね、うん、オーマネアぐらいの。そうオーマネア。ヤンキーだった。いやいや、全然そんなことないんですけど、まっとうに生活をやめてくださいよ。で、私はアミちゃんとマネアの成人式の時とマネアの誕生日の時に会ってる。実際もんで成人式じゃないのに、あのお祝いに来てくれた。そうなの。全然関係ないんですけど、あの来てくれた。行っちゃいました。お誕生日も来てくれて、いいね。そう、ブラシをマネアにプレゼントしてくれて、はい、マネアがずっと大事に使ってた。わあ、本当に。そう。嬉しいですね。なんかすぐ捨てるもんだと思ってた。いや、だからもらえると思ってなかったから。ちょっと汚れてきたから、捨てたらどうって言ったの。近くに行って。アミちゃんにもらったから捨てられないって。聞こえた？聞こえなかった。どうだったな。聞こえなかった。捨ててしまったら、ね、また何されるか分からない。そんなね、稲本さんがわざわざ。そうね、ありがとうね。嬉しいですよね。やっぱりね、始球式といえば、はい、アミちゃんでしょ。ですよね。もう日本のナンバーワン始球式だから。日本だけじゃないのよ、台湾とかまで行っちゃってる。そうですね、投げさせてもらって、はい、調べちゃった。ありがとうございます。まあ、だって数で言うとプロは合わせて30回ぐらいはやってるので。すごい、はい、すごい。超えるよ、私も。すぐ張り合うんで癖があるんで申し訳ございません。そんなことは決してありませんので。あみちゃん、どれぐらいやってるの、野球。野球はまあ最近はあんまりしてないんですけど、まあ、この間始球式があったので、その幕張でやったばっかりなんですよ、うん、この時にワンバウンドでした。やめてください。ワンバウンドでした。やめてよ、ね、もう3年ぶりなんです。ちょっと見せてもらってもいいかな。あみちゃん投球を、はい、ぜひぜひ。あ、じゃあキャッチャーあなたね。じゃあキャッチャーかな。いいよ、キャッチャーあなたね。バッターね。バッターね。で、さっきディレクターがパパにデッドボール当てましょうとかっていう、そういう企画立ててたから、それダメよ。それ NG。100キロそこそこしか出ないんで、避けれると思います。大丈夫です。こらこらこら。大丈夫、大丈夫。え、野球やってるんですか、今。やってない。もう。やってないのに？そう、やってないのに運動神経はいいんですよ。大丈夫？ルックスと運動神経に自信。なんか、絶対当てるなって言われてる。笑ってんじゃん、お前。ちょっと口閉じた方がいいよ、よだれ垂らさないように。いきます。あー、やだ、抜けちゃった。そういうこと。いやそれはね、さすがに重さが違って投げれないよね。急には投げられないの。めちゃくちゃ失敗した、どうしよう。面白いね。それはそうだね。ナイスボール。いいキャッチャーだね。キャッチャー褒められたよ。サムちゃん。サムちゃん。サムちゃん。おお。失った。私も出してます。私も出てきちゃったよ。出てきちゃったよ。すぐやれると思っちゃうからもう。緊張するな。いけるかな。お願いします。お願いします。だいぶ、だいぶ気使ってる。ちょっと、怖いですね。気使うと狂っちゃうのよ。やっぱりもう矢島家には絶対に当てちゃダメなんで。今日ヘルメットしてなかったんでね。そうですね。頭はちょっと、はい、まあ、当ててもいい。頭狙えなかったってどういう意味。狙っちゃダメだろ、それ。足でっから。ちょっと何球か投げていただいて。あ、何球かね。はい、はい、いきますよ。お願いします。おお、全然、
ダイナミックですごくいいと思います。あの野茂選手の真似してみたの。トルネード。トルネード。野茂さん意識だったんだ。おお、すごい。意識してみたの。どう、アミちゃん。いや、いけますよ、ノーバン。いける？いけます、いけます。簡単に球速くするには、もうグローブをグンって引く、後ろに引く感じです。胸の横に収めるっていうか。収める。やってみます。思いっきり。そうすれば自然と手も触れるんで。あまり学習能力ないんだけど。行ってみる。OK! もっと引いちゃっていいかもしれない。もっと引いちゃっていい。はい。こっちの感覚ないぐらいで、手に力入れずに左のグローブ引いてゴッっていう、この遠心力で投げるようなイメージです。です、ね、オーケー、オーケー、すごい。ナイスの全然球筋が変わってる。キャッチャーこうやって座ってるけど、ここに投げる感覚で投げる。あー、オーケー。キャッチャー立ててって言えばいいの。立たしちゃいけないけど。地球式で。あ、そっか。いけ。キャッチャー立てて。おお。そういうこと。普通の女性の球じゃないですよね。何もなんかその球とか投げてこな来なかったですよね。野球とかしてこなかったですよね。の球じゃないです。あら、先生褒め上手。すごい。だってこんなに肩回る人いないですもん。すごい。そろそろ五十肩になってもいいことだ。マナー先生どうですか。いや、素晴らしいですね。でもこれ低いやつがね、教えてもらってから球がピューンって、うん、ね、こっちね。あともう一つ言うと、はい、足上げるじゃないですか、はい、の時にここで蹴る感覚があればもっと勢いつくと思います。蹴る、引いて、ここ痛いよ。引いて蹴る、引いて蹴る、こう引っ、じゃあ同時ですね、引く蹴る。ちょっとね、頭で考えるのと体とバラバラになってきちゃうね。バッターは当てても大丈夫かな。多分本番のバッターの方も避けれるから全然当てちゃって大丈夫ぐらいの、ね、あの気持ち的に避けると思うんで。おー、すごい、すごい、コントロールいい。でもこれが小学生でしょ、ここでしょ。私本番がここですね。なんか倍以上になった感じがします ね感じがする。 18.44 だと逆に本当に勢いが必要かもしれないですね。そうだね。あとすごい一つ提案なんですけど、はい、最初こうやって足置いてるじゃないですか、うん、こうやってなるじゃないですか、うん、これを逆にもうこうやって勢いつけて踏むっていうやり方もあります。一連の流れで踏んで上げて投げる、踏んで上げて投げる。いやだ。一歩歩いちゃえばいいかも。こうね、うん、これってこっちに向けてくの、それともこっちに向けたままこうやってするの。まっすぐやってここで曲げる。こうまっすぐしてこうやってやってこうなんですよ。あ、踏み替える。そう、なんかこの上は滑るんで、うん、この前に、はい、離しちゃいけないと思ってた。大丈夫です。こんなに離れちゃいけないと思ってた。添え木みたいな。こういってこうなっていいってこと。はい、あのできればここに、ここの前がいいです。なるほど。ここに離れちゃうとこのマウンドのプレートの意味なくなっちゃうんで。あ、でそこで蹴れるんですよ。後ろに蹴る板があるって考えて、それで球速も上がったりします。こうしてこうしてこうなるってこと。そうです。で一つの手はもう最初からこうじゃなくて、もう最初からこうやって構えてる。ただこの手間が省けるんですよ、こうやる。あは、横いけます。はい、足痛い。そのぐらいでもいいと思う、はい、斜めぐらいで投げる。はい、投げる。はい、足痛い。おお、もうちょっとだね。これ。ごめんごめん。ワンバン取った。すごい。キャッチングうまいね。キャッチマージャン。うまい。何でも大丈夫。名内野手になりそうじゃない。そうでしょ。フライも取れるの。すごい。ねえ、カメちゃん。
とんでもない野球選手になったかも。あ、いい。本当肩がここまで綺麗に回る人っていないから、みんなこうやって投げちゃう。じゃあもう一度先生の見せてもらいましょうかね。学習しましたので。なるほど。先生の言う通りこっちと足は踏み込むか、はい、そのままか。ちょっと学習して勉強してきますんで、そう、先生の綺麗なフォームを見て一度。はい、すごい。これか。すごい綺麗なフォームで。私も気持ちはあんなんなんだけどね。綺麗だったね今の。ナイスボール。綺麗でした。ありがとうございます。いやいいですね。ありがとうございます。野球最高ですね。神スイングって呼ばれてるんです。すごいね。マナヤいつぶりバッティング。いやバッティングなんて全然してない。もう何年ぶりだろう。名月が少年野球やってたくらい。ああ高め頑張れ。練習も終えました。今日はね、アミちゃんにお手伝いいただきまして、私の足はボロボロです。ただね、上は元気なの。多分ベースの問題、腕は長いし足も長いじゃん。だからこの振りかぶるのが違うもんね、なんか。まあやっぱりリーチが長かったりした方が有利な部分もありますけど、遠くから投げれるんで。けど大丈夫です。リーチって麻雀だけじゃないの。違う。麻雀もやったことないのに麻雀のこと語るなっていうの。お酒も飲めないのにお酒のこと語るし。知ってる感じで。リーチってこの腕の長さ。あ、そういうこと、はい、え、リーチって待てじゃないの。ん、あ、麻雀って何リーチって。あ、私次上がりますよって。そういうことです。よくしてんじゃん、よくしてんじゃん。やったことないんだけど。あ、でも稲川さんやっぱり肩が強いので、多分いけると思います。ノーバウンドで。よかった、心臓が強いのでって。それみんな分かってる。はい、あの、もう知ってます。知ってます。ね、あの、女の子投げにならないんでね、ちょっと気をつけたいと思いますけど、うん、そう、すごいかっこいい投げ方してるので、ちょっと当日も期待できるなと思います、はい、あの、左手が大事ね。左手、引いて、ね、もう引くだけですね、一番大事なのは。投げるよりも引く。引く、そう。やっぱり指先に力をなんかそのまま入れて投げちゃうとワンバウンドになりやすいので、もう力抜いてとりあえず逆。はい、マネヤ先生から何かあります？こんなに今日初めて見たんですよ、投げてるところ生で。そうなんですね。なんで、あそこの 18.44 だいぶ遠いじゃないですか、うん、から普通に届く、まあ、コントロールは置いといて届くっていうのがすごいなっていうのと、あとなんか先輩が自分の家族と野球してるっていうのが変な感じ。地球式界のアイドルですから、うん、で、現役アイドルですから、うん、これが今日コラボしたってことが大々的に、これはね、
大変なことです。ダブルアイドルだよ。ダブルアイドルです。歴史的なこと。そうそうそう、その通り。50代で始球式やる人って聞いたことあります？ないですね。ないよね。もしかして初めて。初めてじゃないかなと僕も思ってるんですかな。50代で女性で、まあ、男性はいるかもしれない、うん、心当たりないですね。いないよね。で、ノーバンなんて投げたら、はい、そんな感じで、はい、第2弾またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで本日のミネスタイル以上になります。それでは皆さんさようなら。ありがとう。ありがとうございました。高速球。さよなら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 。あ、なんか変じゃない？冷めてんな。本当に息子が一番冷めてるな。本当よ。ミネチャンネル最後までご視聴ありがとうございました。よろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。こちらです。コメントもお待ちしてます。